クワチャンネルのクワちゃんです。カレーに虜な生活といたしまして、皆様にカレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございますが、毎日楽しみに見ていただいている皆様には本当に申し訳ないんですけども、なんと本日ですね、伺ったお店がどうしても動画の方がちょっと NG でして、許可が取れなくて動画の方がなく、写真での紹介となってしまいます。本当に毎日食べてる姿だったりとか、お店のそのカレーの動画とかを見て楽しみにしていただいてる皆様には本当に申し訳ないんですけども、本日の方はちょっとまあ狭いお店だったっていうのもあったり、オーナーさんが不在だったりとかということで、写真のみの紹介でしたらということで許可いただいたので、本当に楽しみにしていただいた方申し訳ないですけども、今日は写真のみの紹介となります。ですがですがですが、じゃあこのお店動画に出さなかったらいいじゃないかと、こうね、なんでわざわざ動画にまでしてこう写真で紹介するかと言いますと、サムネにもあった通り、恐ろしく願い事が叶うお店なんですね。もちろんカレーの方もものすごく美味しい。というわけで本日行ってきましたのは、新百合ヶ丘駅から徒歩もう1分ぐらいのところにありますカレー&ハーブチェリーブロッサムさんというところに行ってまいりました。ここからまずカレーの紹介をしていきたいと思います。種類ありまして、普通のチェリーブロッサムのカレーと、チェリーブロッサムカレーとハーブカレーがありまして、初めての方はハーフ&ハーブというカレーがおすすめと言われまして、ハーフ&ハーブを注文いたしました。チェリーブロッサムのカレー、ビーフカレーですねと、ハーブカレーが一度に楽しめる、こんなカレーとなってまして、カレーの方はですね、辛さは中辛ぐらいの辛さで、食べた瞬間にめっちゃ辛いとかそういうのではなくて、後からじわじわ来る感じの辛さですね。ハーブの方のカレーがちょっと特徴的で、オリジナルのすごいハーブの効いたカレーでして、で僕個人的にチェリーブロッサムカレー、ビーフカレーなんですけど、そっちの方がねすごいコクがあって深みがあって、すごく男の人好みといいますか、皆様がガツガツ食べれるようなカレーでして、スパイス感とかその野菜の味でしたり、そういうのがすごいギュッと詰まって食べやすい、そんなカレーでした。なのでハーフ&ハーブではなくて、次はねビーフカレー一択でもいいんちゃうかなっていうぐらい、他にもお客様がいろいろいらしたんですけども、結構男の人でビーフカレーを頼んでる方がいらっしゃいまして、それパッと食べてパッと帰るみたいな、ランチでもライスの無料、大盛りが無料で、これぐらいにしますかって、これで大丈夫ですかって、ちゃんと一回一回ね、ライスの量を見せてくれるんで、すごくサービスも良くて、そのスタッフの方もすごくね、喋り上手で、すごく楽しい空間のカレー屋さんです。やっぱりね、ハーフ&ハーフというか、まあ、半々なんで、このやっぱりね、混じり合うところはね、またこう、違う顔を見せてくれて、ハーブ感といい、そのスパイス感の、そのビーフのいい感じも、相まって、もう、また違うカレーになって、そういうのも楽しめるので、ぜひ初めて行かれる方は、ハーフ&ハーブ、のカレーがすごくおすすめだと思います。食べた後に皆様こうスタッフの方とおしゃべりしながらちょっとお茶飲んだりとかで、サービスでレモングラスが出てくるんですけど、それがまたねいいですね。口のさっぱり感とか全部ご飯を食べる空間として素晴らしいお店だなと思いました。そしてもう願いが叶うと言われている入り口とは別の出口がありまして、そこのちっちゃいドアから願いを込めて出ると、本当にこれ店員の方に強く言っても強く言っても強く言っても大丈夫と言われたんですけども、恋が叶ったりとか、就職が決まった、受験に受かった、もう様々な願い事を叶ってる人がものすごくいると、特に恋愛には強い、そういった出口がありまして、ちっちゃいドアなんですけども、そこから出ると願いが叶うというドアがありまして、そこから出まして、私も今後のクワチャンネルの役と発展を願いまして出てきました。そしてそれだけではないんですよ。
まさか、いや、それだけかなと思うんですけども、それだけじゃなくて、なんとですね、そのカレーの食べるランチョンマット、神のランチョンマット、僕もらってきたんですけども、このね、これが引かれて、下に、ここにカレーを置いて出されるんですけど、テーブルの上に、これを、なんとですね、こちら、お守りにもなりまして、これすごい本当の話らしいんですけども、このランチョンマットをお財布に入れてた方が、なんと、宝くじ、2億円当たりました。2億ですよ。すごくないですか。いや、宝くじ当たって、まあ、そっから発展して、これを持ち帰る方がたくさん出たと、その噂を聞きつけ。そしたら、これもすごい力があって、これを持って帰って、それで、商談に行ったとか、そのファイルに挟んでたとか、こう受験勉強のお守りにしてたとか、参考書に挟んだっていう方がすごい願いが叶ったと。ここだけ切ってとか、で、近くに音大があるんですけども、それ、音大のその楽譜のカバーに使うと、すごく、結果が良かったとか、もういろんな力を秘めているテリー・ブロッサムさんのそういった不思議なパワー、皆様もね、ぜひ一回体験してみてはいかがでしょうか。もう土日になると行列できるぐらいらしくて、もうテラス席とかもあるんで、あったかい日とかには外で食べるのもいいですし、中に入ってスタッフの方、オーナーの方と喋りながら食べるのもすごくいいと思います。でね、願いを込めてこちらのドアからで、もちろんカレーもめちゃくちゃ美味しいです。まあ、デートで行かれたりして、男性の方は、ビーフカレー、女性の方でハーブで、一個ハーフにするみたいなのでもいいですし、ハーフ&ハーブを頼むのもいいと思います。はい、というわけで、本日は本当に申し訳ございませんでした。明日からまたね、本日の紹介続けていきたいと思いますので、ぜひご覧になってください。はい、というわけで、インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にも、どしどしコメント書いてください。ほな、皆さん、また明日。